隣接寺は、京都市上行区線本通りロザンデラ登る園間、前町にある、高野山真言宗に属する寺院である。一般には千本円間、道と通称される。春の念仏狂言で知られる。隣接とは、ふつが主張を浄土に往生させること。その名の通りこの寺は、かつての京都の三大墓地であった足立の、鳥辺の連大屋の一つである連大屋の入り口に立っている。 現在でも、地獄の裁判官であるエンマの像を祭り、悪いことをするな、嘘をついてはいけないという子供らへの教会の場となっている。事務所では、エンマ様のお目こぼしという書き持ちも売られている。官任年間、玄神の弟,弟弟子の定格により、解散されたと伝える。現世と明道を行き来して、エンマ王とも交流したという伝承のある、小野高村を会期に固くする説もある。 文英十年、秋吉立師によって中興された。安土桃山時代、京都に来た宣教師、ルイス・フロイスの日本史中に、1565年当時の本寺の境内の様子が記されている。1574年に、織田信長が上杉謙信に送ったと伝えられ、慶の名所と町州の姿を描いた国宝、落中落外図屏風の左脊右上に、 千本円馬、銅が描かれている。その境内では、名桜、不元蔵桜や十重石灯とともに、円馬、銅狂言、円馬町を演じている様子が描かれている。千本円馬、銅大念仏狂言は、昭和39年に、後継者不足が原因で途絶える。昭和49年、不審火によって、狂言銅が焼け、狂言衣装も消失する。しかし、 翌年には焼け残った狂言面をもとに千本円間同狂言保存会が結成され、狂言堂は仮建築ながら再建された。以前の西人工獣を中心としたメンバーや一般から募集したメンバーも含めた編成に推移し、以降復活した狂言二十数円目が毎年境内で公開されている。不現像桜、ありがとうございます。